ジャプラ川もしくはかけた川は長さ約 2820km の川。プットマヨ川やナポ川と並んでネグロ川以西でアマゾン川に注ぐ三大河川の一つである。コロンビア南西部のアンデス山脈を水源とし東に向かいブラジルに入りアマゾン川に合流する。コロンビアではかけた川、ブラジルではジャプラ川と呼ばれる。ブラジルでは小舟で航行可能。 電気ウナギやピラニア、カメ、カイマンが生息する。19世紀のブラジルの歴史家、チリカで、マラホ男爵のジョゼ・コエロだがマイ・エイブリューは、ジャプラ川を9 7 0トル遡った。同様に、ジュール・クレボーは、ジャプラ川は障害物や急流が多く航行しにくいと、述べた。当初は8つの河口を持つと考えられていたが、植民地行政官のフランシスコ・シャビエル・リベーロ。 サンパイオが加工が一つであることを報告した。1864年から1868年にかけてブラジル政府はクパティの急流まで詳細な調査を行った。マラホ団尺はタ谷の先住民が容易に交流していることからジャプラガー上流とバウペス川が繋がっていると主張した。フィリップ・グラスのアグアスダ・アマゾニアというアルバムの2曲目の曲名になっている。 この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チズム、ヒュー、エド、コロンビア、エンサイクロペディアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティプレス。ありがとうございます。